このハサミがちょっと曲がってるんですよ、こうグーって面白いんですけど、これはなんか見たことありますか、こうやってジャ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 ってやるときに使う専用のやつですね。はい、ダッカールも3種類あります。長いダッカールと真ん中ぐらいで強いダッカールと短くて弱いダッカールですね。髪の毛の量がすごい多い人からすごい少ない人までいるので、これ日本のすごい昔に多分これが僕の母ちゃんが使ってたぐらいなレベルの古いやつなんですけど、でも薄い髪の毛止めれるとき、これがもう最適ですね。これはまあ普通の髪の毛が量多い人に使えるやつですね。絶対に止めたいときはこれですね。この形状、パワーが強いので絶対に止まります、1回で。この2つがまっすぐ切るハサミですね。形を作るハサミなんですけど、使い分けはこれが細い髪の毛から普通の髪の毛メインで使うハサミですね。これが普通よりやや硬い髪の毛から強い髪の毛に使うハサミです。これ全然パワーが違くてですね、使い分けてます。で、このハサミがちょっと曲がってるんですよ、こうグーって面白いんですけど、これはなんか見たことありますか、こうやってジャ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 って やるときに使う専用のやつですね。はい、すきバサミも3種類あります。形をね、見てもらうとね、ちょっと違うんですよね。これとこれまあまあ一緒に見えるんですけど、これは全然違くてですね、これめっちゃこの穴開いてるじゃないですか、こっち全然開いてないのと、開いてるのとあって、これいっぱい透ける、これそこまでいっぱい透けないという感じですね。これも髪の毛の量とか髪の毛の強さによって使います。強い毛、普通の毛、弱い毛っていう感じで使い分けてます。この髪の毛を溶かすコームも僕はなんか何種類かありまして、まあこれまずメンズのめっちゃ短い髪の毛に使います。ですか、こんな感じですね、メンズのピランピランです。はい、この短い2つなんですけど、この使い分けは髪の毛が柔らかくて細い方、髪の毛が強い方のショートですね、肩上肩下ぐらい短い人に使えますね。これですね、これ長いコームなんですけど、これは髪の毛が長い人に使えます。で、なんでそういう風にするかといったら、やっぱり溶かされてる時にギシギシってなったり、こう引っ張られる感じをお客様に与えたくないので、1個だとどうしても毛質によって引っかかりを感じるって僕が思ったので、いろいろ試してみて、こういうやっぱりその人に合った道具っていうのは必要だと感じたので、いろいろ試してこういう感じになりました。これもう十何年も使ってるやつですね。もう一番ベーシック、練習の時から使ってる、これで慣れて、これでここまでやってきたので、これ何に使うかな、最近ちょっと登場回数少ないんですけど、これ原点のフォームですね。ドライヤーね、探してる人多いと思うんですよね、オーストラリアで。ドライヤー1個、これダイソンです。ダイソンのいいところ、風量強いし、音少ないし、見た目かっこいいし、いいですね。これあんまり有名じゃないんですけど、韓国のメーカーで、これ展示会で出会ったんですけど、すごいね、乾くの早くて、しかもしっとりして、これ日本のドライヤーともクオリティは一緒ですね。何ドライヤー買ったらいいですかって人にはこれをおすすめるドライヤーです。これはね、ネットで買えますね、実はグランプランの最上位モデルですね。多分安いやつもあるんですけど、これだけ200ドル
から250ドルぐらいですかね。髪の毛をしっとりさせるにはもうダイソンよりもしっとりします。あと最近のトレンドですね、ハイライトとかバリアージュとか使うにはこういうやつを使って髪の毛にハイライトを入れてきますか、まあ、美容師しかわからないかな、はい、こういう感じでいろいろ使ってみて最高にその人に合うものをね常に見つけてやってます。以上です。